21世紀に入り F1 バトルは厳しさを増していた。2006年より導入された V 型8気筒排気量 2.4 リットル以下というエンジンレギュレーションに引き続き、2007年には最高回転数を1万9000回転以下、エンジン開発を2010年まで凍結といった内容が盛り込まれた新レギュレーションが発行されたのだ。そんな中、2006年を戦った 248F1 の後継としてフェラーリが発表した2007年仕様のニューマシン F2007 は、新しいチャレンジにあふれた革新的マシンであった。エアロダイナミズムの改善に向けて、フロントサスペンションのロアアーム支持方式を変更、変速時の駆動ロスを排除した通称シームレスシフトを導入、また7速シーケンシャルギアを収めるカーボン製ギアボックスを極限までコンパクトに設計し、リアセクションでの空力性能を向上させるなど、数々の改善を図っていたのである。エンジンも燃焼室や給排気ポートの最適化を行い、1万9000回転の最高回転を許容しながら、ハイレベルなドライバビリティを確保している。 F2007 を操るドライバーはフェリペ・マッサと新加入のキミ・ライコネン。ドライバーズタイトルの決定は最終戦までもつれ込んだが、ライコネンは厳しい接戦を制し、加入初年度ながら見事1位を獲得した。2位のルイス・ハミルトンとフェルナンド・アロンソのポイントはそれぞれ109ポイント。それに対し、ライコネンのポイントは110ポイント。わずか1ポイントの差であった。この年のフェラーリはコンストラクターズタイトルも手中に収め、2004年以来のダブルタイトルの栄冠を勝ち取っている。